は初日9レース走られます埼玉87期の平原琴選手です。よろしくお願いします。お願いします。初日なんですけども、ご自身お誕生日と43お誕生日ということで、開催中に誕生日過ごされることは何回ぐらい今までありますか？いや、まあ、正直気にしたことがないんで、はい、分かんないです。なんか、まあ、ご自身は気にされてはないと思うんですけど、周りがお祝いとかっていうのはあったりするんですか、ね、開催中。いや、もうこの年なんで、まあ、別に年取ることは嬉しくないので言わないですね。まあ、昨年なんですけど、青龍賞の方で、まあ、ちょっと落車があって、まあ、危険という形になりましたけども、はい、宮杯時代は、まあ、2009、2010年連覇されてて、はい、まあ、印象いかがですか？いや、もう最近岸和田の、宮杯は本当落車ばっかしで良くないので、まあ、去年本当にここの落車で股関節痛めてしまって、まあ、そこからかなり治らない状況になってしまったんで、まあ、そういう意味でもリベンジしたいなっていう気持ちでいます。今の状態としては大体パーセンテージの何どれぐらいまで戻ってこられていますか？あ、そうですね、7、8割ぐらいまでちゃんと組めるようになってきていると思います。はい、まあ、初日なんですけど、関東は増木選手と鈴木選手いますけども、戦い方を教えてください。まあ、ちょっとまだコメント出してないですけど、増木の後ろになると思います。まあ、前回の前橋記念では別戦でという形になりましたけど、今回は力強い味方としてという、はい、まあ、そうですね、まあ、別の時は割り切って遠慮せずやってますけど、はい、お互いに。では最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、一戦線、決勝戦目指して頑張ります。ごめんなさい。